ヘッセン人民州は、かつて存在した、ドイツ国の州であり、ドイツ革命により1918年11月9日に、ヘッセン大公、エルンストルートビヒが退位したことを受けて、ヘッセン大公国の半島を引き継いで成立した。ヘッセン人民州は、オーバーヘッセン、ラインヘッセン、シュタルケンブルクの3地域と、いくつかの小さな飛び地からなっていた。 人民州という名前は民主主義の州を意味し、バイマル共和制における他の州と同じものである。第一次世界大戦後、ベルサイユ条約によって連合軍がラインラントを占領すると、ラインガーサガンのラインヘッセン県に加え、1930年6月30日まではシュタルケンブルク県までフランス軍に占領され、非占領地域の面積は実に州の40%にもなった。 第二次世界大戦後もヘッセン人民衆は連合軍の占領下に置かれ、ライン側左岸はフランス軍、残りの地域はアメリカ軍が駐留した。1945年9月19日、アメリカ占領軍はラインヘッセン圏のラインガーウガン及び急プロイセン、自由州ヘッセンナッサウ圏の大部分を一体として、大ヘッセンとした。一方、フランス占領下にあったラインヘッセン圏の ライン川左岸は、ヘッセンナッサー県のフランス占領地域とともに、ラインラントプファルツ州に含まれた。大ヘッセンは、米英仏占領地域で発行した新憲法により1946年12月1日に、ヘッセン州に改名され、1949年に、ドイツ連邦共和国が建国されると、その一州となった。1919年1月26日に、 人民衆の設置が宣言されると、直ちに衆議会選挙が行われた。衆議会は2月20日には暫定憲法を交付、施行し、同時に正式な憲法の制定に取り掛かった。ヘッセン人民衆憲法は1919 19年12月12日に交付された。その後、ヘッセン人民衆憲法は3回改正が行われた。ヘッセン人民衆は、 ナチ党が国政を掌握するまで一貫してドイツ、社会民主党が政権を維持していた。1933年3月31日のラントとライヒの一つ成果に関する暫定法律及び1934年1月30日のライヒ再建法により、ヘッセン人民中の自治権は停止された。1933年5月5日に、 国家代理官に就任したヤーコップ・シュプレンガーは1935年から州首相を兼任していたが、連合軍が迫ってきた1945年3月25日夜半にフランクフルトを経てチロルに逃亡した。1918年以降、ヘッセン人民衆は大公国の領土をシュタルケンブルーグ、ラインヘッセン、オーバーヘッセンの3県に分割し、18の軍を置いた。 ヘッセン人民州内部には、バーデン共和国と、プロイセン自由州の飛び地が8つ含まれ、バーデン共和国には、ヘッセン人民州の飛び地が11あった。1936年には、県議会、地区議会が解散され、県も1937年に廃止された。1938年には、包括的な地方行政改革が行われ、 1938年11月1日に、ベンスハイム軍、ショッテン軍、オッペンハイム軍は解体された。同時に、ダルムシュタット、ギーセン、マインズ、オッフェンバッハームマイン、ボルムスは、軍独立士となった。1939年1月1日には、すべての軍はクライスからランドクライスに変更された。1945年の第二次、世界大戦終戦まで、 この行政区分が存続した。1918年11月8日、ドイツ革命の本流は、ヘッセン大公国にも迫り、ダルムシュタット中流の軍部隊で反乱が発生した。エルンストルートビヒ大公は評議会議員の任命に応じ、議会政党と大公の代表格2名と閣僚を指名した。左派は大公の退位を強く求めたが大公はこれを拒否し、 国民自由党代表のアルトゥール・オーザンとハインリヒ・ケーラーも対抗を支持した。ダルムシュタット・ローヘイレーテは1918年11月9日に対抗の対位を宣言し、社会民主党のカール・ウルリヒに新政府の樹立を任せた。11月14日にカール・ウルリヒ、ハインリヒ・フルダ、コンラート・ヘンリヒ、オット・フォンブ・レンターのィトレメッツによる暫定政府が成立した。 人民衆の樹立そのものは、老兵、霊手が宣言したが、カールウルリヒはあくまで民主主義の信奉者であり、11月27日には政府機関に対して、老兵霊手の命令ではなく政府の命令のみに従うよう形した。また、1919年1月26日に選挙を行うこととした。 ナチ党は強制的同一化の第一段階として1933年5月5日に国家代理官を任命した。国家代理官には、ヘッセンナッサウ大管区の大管区指導者であったヤーコップ・シュプレンガーが就任した。1934年1月30日の来日、再建法により、衆議会は廃止され、ヘッセン人民衆の主権及び憲法上の権利が、 来非政府に関されたことで、ヘッセン人民州の自治権は実質的に停止された。これは1935年1月30日の国家大理官法により、州政府は大管区指導者に服属することとされた、ことで法的にも確定した。第二次世界大戦終戦により、ヘッセン人民州は連合軍に分割占領された。ライン川を境として、左岸は、 フランス占領地帯、ウガンはアメリカ占領地帯となった。アメリカ軍政府は1945年4月14日にダルムシュタットに本部を置くドイツ人政府の議長としてルートビヒベルクシュトレッサーを任命し政府の設立に当たらせた。ベルクシュトレッサーの市政権は1945年8月の初めには旧シュタルケンブルク県及び旧オーバーヘッセン県に 至るまで確立され、政府は、ヘッセン州ドイツ人政府に解消された。1945年9月19日に、アメリカ軍政府が大ヘッセンの樹立を宣言すると、政府は1945年11月4日に、ヘッセン州首相府、1946年1月21日には、ダルムシタット首相府に解消された。最終的には、 ヘッセン人民州のライン側右岸は大ヘッセンのダルムシュタット行政管区となった。一方のライン側左岸にあたるラインヘッセンは1946年にラインラントプファルツ州に編入された。ありがとうございます。